はい、はい、ではクランキの中にある残りの卵をちょっと見ていきたいと思います。はい、あるな、いい匂い。これってあの前やったチェック、もう発生の日は終わっちゃった。そうね。今日何日？今日は5月21日です。はい。はい、ね、あ、これはセーラー。はい、かなりです。セーラーなんてまだいいよ。楽しい？いや、悲しい。生まれてこなかった卵だから。あ、無精卵だったら悲しいもんなもんない。無精卵だったらいいんだけど。そうね。発生中止とかだったんで。そうそう。しごもりとかがすごい悲しい。何が原因なんだ？いや、もう、なんでも。こいつ、うん。これも無精卵っぽい。はい、無精卵2個目。無精卵を見てなかったという検査も。あ、そういうこと。検卵してから一応こっちに移してるけど。あ、なんか紛らわしいやつは残すんですよ。でも、フェイクだった。あ、そっか。一回こっち側でね、やるもんね。ごめん、いなかった。無精卵。無精卵っぽい。なんでこんなに硬かった。無精卵系。はい、空っぽです。あれかな。ポケモンの育て屋さんでさ、うん、100% いるじゃん。いる。なんという有精卵率。100%。しかも必ず温めれば帰るよ。必ず生まれるよね。必ず、あの、有料児で生まれてくる。みんな同じ体重。ああ。よく考えるとすごいことだ。実は、ズイタウンの屋上でも、裏では、おじさんがこんなことやってるかもしれない。ああ、夢が壊れる。この卵はダメだなって。どこから来たかわからんがなーって、よくカチカチカチって笑って。俺はどっちだろう、なんか微妙な味成分が元の結果のセーラーみたいな感覚がちょっと、はい、うん、今、うん、今はね、じゃあ今回のやつは少ない、最初が多かった。そう、次も多いんじゃないかと思っている。飲むぜ。無精卵ですね。多いな。無精卵、無精卵率が低い。はい、こうやって親鳥の成績が落ちていく。14パドックとか生まれたりもしてるから、たまたま受精しなかったとか、そんな時もある。いっぱいあるから。ポケモンのさ、たまたまって言うじゃん、
たまたま、うん、でさ、何匹か割れてるよ。何が出てくるんでしょう。なんでナッシーが、あ、トマトがなんでナッシーになるのか。本当だよね。うん。ちょっとあれ、木に卵がなってるの。卵じゃないのかな。ヤシの実。ね。あ、そういうの。無精卵。無精卵かな。無精卵多すぎない。全然悲しくない。悲しくはない。けん玉を。剣南のクオリティがバラワスキを残すぎたね。はい、あ、歌川スキはバスルで行けばいいね。でもその方がちょっと嫌じゃない。あの本当は生まれる、ちゃんと生まれるはずだった卵を捨ててしまうとか。まあそれが壊せて残すときに本当でもちょっと意識しましょう。ジンで行けばいいね。こうやって見てる目の前でさ、うん、割れて中出てきたら面白くない？キャー爆弾っていう感じ。そうそう、無精卵。無精卵何だ。無精卵って何用意してる。香り付き、うん、食べ過ぎてああいう。最後の最後にね、サプライズがあるんですよ。うん、安定の無精卵。だって最後までトータル無精卵なのか。あ、でもそれはそれで無精卵は 100% 発生ということにはなるんです。絢爛のクオリティがちょっと問題ですね。甘すぎた。私が多分やったんですけど、甘かった。優しいんだ。全部生まれてきてほしいばっかり。うん、そう。無精卵っぽいぞ。なんで分かんなかったんだろう。水分が抜けて下の方に来ちゃうから分かりづらいのか。そうね。多分無精卵です。これドロドロしてる。中身によって本当に光を透過しないんだ。うん、なんでこんなドロドロしてるんでしょう。もうちょっとカピカピに乾いてるやつが多い。まあ無精卵ですね。ということで全部無精卵です。はい、全部無精卵でした。楽しいな。また絢爛の動画撮ろう。そうだね。よし。はい、ということでトータル9分セーダンでした。はい、以上、深夜テレビ、深夜テレビが過ぎた後の卵割ってみようでした。